職域接種の会場、そして水際対策に取り組んでいる現場を視察させていただき、合わせて航空ネットワークに関わっておられる皆さんのお話を車座で聞かせていただく機会をいただきました。月に数回しかフライトできない状況ではあるんですけれども、お客様に頑張ってね、応援してるよというような声をいただきますと、たくさんのお客様にお会いできるのを待ち遠しく感じております。いつでも整備士を派遣できる体制を整えまして、運航をですね、支える体制を整えているような状況でございます。その入国の書類につきまして、もう少しデジタル化が進めば接触の機会が軽減されて、お互いの安心感につながるのではないかなと考えております。日本の経済を支える、また安心安全につながる物資の物流の一翼を担わせていただいているということは誇りでもございますし、責務を強く感じながら日々乗務しているところでございます。私たちの国の国民生活、あるいは経済活動を支える上で、それぞれのお仕事が大切な存在であるか、こういったことを感じさせていただきました。14日月曜日からは職域接種本格的にスタートすると承知をしています。今後各企業などでこの BCP の観点からも職域接種、これが本格稼働していくことを期待しております。業務プロセスの効率化への多面的な支援、接触機会の削減にもつながるデジタル技術の導入、こうしたことに取り組むことによって、より働きやすい職場環境を作り、そして処遇改善もしっかり進めてまいりたいと考えています。